さあ、次は鉄山。はい。鉄山行くね。いや、今日はね、天気もいいしね。月曜日なんですけど、人がいっぱい。ね、ぽんちゃん、あそこさっき、あだたらぼっち。大だらぼっちね。いっぱいあるね。ええ、それでこれからね、登るのがね、これ、矢はずの森。矢はずの森。そして、馬の背を得て、鉄山。ね、これが、矢はずの森。はい、行きましょう。はい、これからね、今、矢はずの森を抜けて馬の背、そして鉄山ね、パッカパッカですよ。馬の背行くでポンちゃん。でこっちはね、爆裂噴火口。何回見てもすごいね、この爆裂は。何回見てもすごい。はい、風の日はな、こっから突風がな、上昇気流になってな、吹いてくるね。怖いよ、この上昇気流がすごいんだ、吹き出してくる、本当にあの。本当に吹き出してくるからな。吹き出してくる。この、噴火口の、爆裂噴火口の周りを周回しております。で、前にそびえるが鉄山。で、下に見えるは黒金小屋。黒金小屋。こっちはね、爆裂噴火口。いや、すごいね。すごい。回ってますよ。おー、鉄山ですね、ポンちゃん。うん。この、岩のね、風情が、鉄山と呼ばせたのかもしれませんね。ポンちゃん、ここがね、鉄山避難小屋です。はい。前にも一度来たんですけど、ええ、私ガスって見えなかった時、ガッスガスでした。泊まれるようになってんですよ、1階ですけどね。ええ、お泊まりできます。はい、ここでランチします。ランチ、今日のランチはね、ランチタイム、ローソンセレクト、ローソンセレクト、白身フライの海苔弁当、海苔弁当、それとね、ポンちゃんはね、おにぎりランチ、うん、ポンちゃんのおにぎり弁当、おにぎり弁当、ローソンセレクトのおにぎりランチです。シーチキンマヨネーズと鮭です。ね、でこっちがね、こっちが、はい、白身魚の海苔弁当、海苔弁、白身魚の海苔弁。海苔弁。いただきます。シャクナゲの塔。シャクナゲの塔。プロペラがついてるけど、シャクナゲの塔。プロペラがついてるシャクナゲの塔。はい。そして向こうがね、大だらぼっち。大だらぼっち。あそこが船明神。船明神。ね、今反対側来てます。そして。はい。こっちは沼尻方面。行ってみましょう。あ、なんか雲出てきた。ちょっと雲出てきたので、うん、ポンちゃん。はい。ついに来ました。大台くぐり。ここです。下。結構狭いね。狭いでしょ。おお、どうした、おぎゃー、え、おぎゃー、おぎゃー、おぉ、おぉ、これはすごい、ポンちゃん。コッケコッコーちゃうか。それなんか恐竜やで、その顔は。どの顔？ほれ、あーちゃんの後ろの岩や。こっから見てみてみ。おぉ、テラノサウルス。ティーレックスや。ティーレックスや。体内くぐったよ。ティーレックスとして生まれ変わった。生まれました。
ね。体内プルリの後の岩下りのが激しいで、ポンちゃん。そこだったな。体内くくりの大岩さんですよ。いやー。それでね。ガマガエルみたい。ほんと。ここをね、入っていくとね、体内くぐりです。体内くぐり。ね。はい。じゃあ、ポンちゃん、ここ激しいね。あ、じゃあ、ここなんか結構急車やで。急車やね。急車やね。うん。たまで急とか急降りとよ。けた岩がね、ゴロッゴロ落ちてますよ、ゴロッゴロ。ここはね、ポンちゃん、鬼転がしと名付けます。はい。鬼がね、まるでね、遊んでね、岩をね、転がしたみたい。ああ。ほら。力持ち比べしたんな。ね。それで、ここは鬼転がし。鬼転がし。今ね、体内くぐりから降りてきたんですけど、ここね、ロープ張っていて、この先行ったら開きまへん。こっち側にね、ポンちゃんが今立っているところに道がありますから、ちょっとここね、トラバース。崖トラバース。ここは間違えないようにね。そうや。やっぱり山っぷはいいな、こういう時。山っぷで確認。八海山も2回ぐらい山っぷで確認したもんな。あれによってわかるよ。また、ね、すごい光景やね。すごい光景。うん。岩のなだれの中を行ってるような。なだれの中をね。うん。感じですね。ぽっちゃん、ここすごい景色だね。すごいよ。海底火山がね、多分盛り上がってね。それがね、浸食されて、本当にマグマの部分だけがね、残っちゃって、ああやって上がね、壁のようにね。あれこそ屏風。屏風やな。結構下ってきたで、あいちゃん。だいぶもう下ってきたよ。もうすぐですよ、ぽんちゃん。もう少し行ったら沢見える？沢、もうすぐ、もうすぐ、もうそこのすぐ下、沢、もう見えてるよ。見えてる？見えてる。鬼転がし越えれば、湯の川や。ポン転がし。お疲れ様です。こんちゃん、七かまどさん。七かまどさんや、あんちゃん。こっちにほら、いっぱい。ほら。いいだね。すごい。こうして、ポンちゃん。ママ赤くなるんだ。こちらを取るんだ。ここはすごい。この身が。ああ。あ、まじか。こんちゃん、この。こんちゃん。うん？鬼転がしはね、うん、源流だったんですね。はい、源流、今ね、ちょうど源流からの水が流れているところに。ね。この鬼転がしのね、両脇からね、あの、滲み出たのが、染み出してきてる。染み出してきたのが、こう、流れてきとる。ね。すごい光景ですね、これ。すごいですな。石の上を、川が。川が石の上に、出来上がってます。あそこ降りてきました。すごいとこですよ。なんていうかね、このやっぱりスケールとね、トラクションは来た人しか分かりませんね。ぽんちゃん、これ見て、岩の中からお水が湧いていて、周りはね、苔さんが、苔蒸してるから。あそこがね、ずっと長く苔みたいになってるのが、湯の花採集場ね。湯の花採集場。
れが湯の花？湯の花採取場。ほら、あそこ湧いてるとこあるでしょ、温泉が、うん、この辺もう湧き出しとるよ。でももっとボコボコ出てるとこあるよ。すごい、はい、この残骸がどうもね、旧内田屋さんの旅館さんだったみたいですね。今はあの沼尻スキー場の下の方にね立ってるっていう。沼尻のね、さっきのね、僕らのね登山道に戻るにはあそこ登ってくんですよ、あそこ。でもね、今回はこのまま降ります。今あそこからね作業道を降りてきました。帰りはねこの作業道を通った方が登り返しがない分まあ楽ですね、こんちゃん。いいですね。はい、それでね、白糸の滝がここからだと目の前に見えますから。目の前やな。ね、岩の中から流れる白糸の滝、はい、ぜひこれを見て帰っていただきたいです。こんちゃん、はい、こんちゃん、駐車場着きましたよ。着きました。はい、山アップストップ。山アップ6時間54分29秒記録を保存して終了しますか。オッケー、お疲れ山。こんちゃん、はい、今日の周回コース沼尻からのね、あだたらぼっち、あだたらぼっち周回コースどうでした？行ってきました。よかったでしょ。いや、よかった。だってさ、ね、こっから登ってって、はい、そしてあの沼尻の何あれ、はい、爆裂噴火口、噴火口を左に見ながら、はい、そうぐるっと一周してきました。一周してあだたらぼっち登って、ぼっちも登りました。黒金山、違う、はい、鉄山登って、ね、あと船明神、船明神も行きます、はい、船明神いい ね、 あれ ね、 なかなか楽しい、ね、うん、それで鉄山の避難小屋でご飯食べて、ご飯食べて、その後胎内湯、はい、ね、そして温泉の沼尻元湯、源泉。今回のねこの周回コースは本当素晴らしい。でもね、意外とマイナーなんですよ、はい、ね、だからね、本当皆さんに来てもらいたいね。駐車場も広いしね、はい、もしもね、もしもこの動画がいいなって思ってくれたら、グッポーズ、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。それではまた違う山で会いましょう。さよなら。